はいどうもこんにちは、マキトンです。ということで今回はですね、今からでもできる髪質を良くする方法を皆さんに教えていきたいと思います。はい、ということで一回ね、この写真を見てください。この時すごいくせ毛が目立つんですけども、今はねこんな感じでサラサラじゃないですか。このくせ毛からこのサラサラヘアになった方法を皆さんに教えていきたいと思います。一日のねルーティーンの一環としてできるんじゃないかなということで、順番通りにねやっていこうかなと思います。ということでまず1つ目、シャンプーのやり方を変えました。やってはいけないシャンプーの仕方なんですけど、お湯は40度以上でね髪の毛を流したらダメです。熱で痛みます。あとなんかカラーしてる人は色が抜けやすくなりますね。あーってゴシゴシね洗うのは極力避けてください。摩擦でダメージの原因になってしまうので、ゴシゴシ洗いすぎるのはやめましょう。じゃあ OK なのは何なのかっていうと、38度くらいのお湯で流します。よく泡立ててください。あと泡立てて優しく頭皮をマッサージするように、泡立てることによって髪の毛の負担を減らします。はい、次2つ目なんですけど、お風呂に入る際やシャワーを浴びる際の順番を気をつけています。最初にシャンプーをします。シャンプーをして、次にトリートメントをつけます。つけてそこですぐに流さないで体を洗うなりなんなりして入浴をします。でその後にお風呂出て体を洗ったりとかして、その後に最初の方につけたトリートメントを流します。この時なんですけど、トリートメントを髪の毛につけるじゃないですか。その時に櫛で通してあげてください。これ結構大事だと思います。トリートメントがちゃんとムラなくね伸びるようにしてあげてください。ということで3つ目はですね、タオルの使い方を変えました。ゴシゴシねタオルドライするのはやめましょう。優しくね地肌の水分を拭き取るように水分を吸収してあげてください。4つ目、お風呂上がりに洗い流さないトリートメントをつけるようになりました。私がね今使ってるのはこちらのロレッタのプレミアムベースケアオイルですね。2、3プッシュぐらいして髪につけて、櫛で全体になじませてっていう感じで、本当にお風呂上がりのパサパサ感がなくなりました。はい、ということで5つ目です。ドライヤーの使い方を直しました。ドライヤーは先に正しいやり方をね説明しておくんですけど、ドライヤーは根元から乾かしてください。まず風を当てるときは根元から毛先の方に向かって、根元から毛先の方に向かって当ててください。でブラシとかを使いながら温風と冷風を交互にやってあげると髪の毛はすごいツヤが出ます。でなんで毛先に向かって乾かさなきゃいけないというと、僕がこうやっているじゃないですか。これがね髪の毛の一本だと思ってください。キューティクルがこの手だと思ってください。下が毛先です。上が根元です。キューティクルは毛先に向かってこうやってペタってついてるんですよ。髪の毛が濡れるとこうやってね開くんですよ、キューティクルって。でドライヤーをするときに風を逆から当ててしまうと、こうやってどんどん開いていっちゃうじゃないですか。で剥がれ落ちちゃうんですよ、キューティクルって。はぁってなくなっちゃうんですよ。そうなってしまうと髪の毛が傷んでしまうので、根元から毛先に向かってドライヤーをしてあげてください。ということで6個目はですね、ストレートアイロンを使い始めました。はい、でストレートアイロン使うときはアイロンを150度ぐらいに設定してさっとアイロンを通します。アイロンを使い慣れていない時にやってしまったことなんですけど、伸ばそうとして強く引っ張ってないですか。うん、これはね絶対やめましょう。はい、あと濡れてる髪の毛にアイロンを通すのはやめましょう。濡れてる時にねアイロン使っちゃうとすごい痛みます。本当にやめてください。櫛をね一回通してさっとアイロンしましょう。このね詳しいやり方はですね、サラサラノーセットの作り方という動画で詳しくやっているので、よかったらそっちの動画も見てください。はい、ということで7個目です。毛量を増やしました。なんでね毛量を増やしたかっていうとですね、髪の毛の密度の違いでやっぱり髪の毛軽くすることによってすごい髪の毛に動きが出やすくなるじゃないですか。毛量を多くすることによって癖が抑えられるっていうことに気づいて、僕は髪の毛の毛量を多くしました。このね僕の今の髪型のオーダー方法はいつけど概要欄に貼っておくので、よかったらその動画もチェックしてみてください。はい、ということで僕が髪の毛に対してやっていること7選でした。これはね習慣として本当に普段から使えるテクニックだと思うので、皆さんもねぜひやってみてください。ちなみになんですけど、僕以前は前髪にストレートパーマを当てていたことがあるんですけども、今は全く当ててない状態です。自分のアイロンとかドライヤーの技術でここまでサラサラにできるっていうことに気づいたので、
今は当てておりません。はい、ということでですね、今回も動画見てくれてありがとうございました。参考になったらね、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また次回の動画でお会いしましょう。マキトンでした。バイバイ。